皆さんこんにちは。バンダイナムコエンターテインメントナルティメットストーム4ロードトゥーボルト担当の中川です。今回はナルティメットストーム4ロードトゥーボルトが2017年2月2日に発売を控えておりますが、発売に先立ちまして全3回にわたり前作ナルティメットストーム4を使用して、このゲームの上達方法をお悩み相談という形でお伝えしていきたいと思っております。最終回として今回3本目になりますが、実戦の巻、前回前々回と習ったことを意識して実際に対戦を見ながら解説の方を聞いていきたいと思います。というところで、おなじみ講師の先生、石井先生になります。よろしくお願いいたします。はい、石井です。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今回石井先生の対戦相手として登場していただきました八田さんです。八田です、よろしくお願いします。はい、では今回はこの3人で進行したいと思います。ではですね、映像の方をすでに撮影したスーパープレイがございますので、そちらを見ながら解説の方を行っていきたいと思います。まずは、1P、左側ナルトですねが、石井先生、はい、右側今ローシーが、八田さんになります。 1P 側の狙いとしてはどんどん攻めて相手の返り身ゲージを削ることを意識しています。今どうしてローシーピヨったんですか？ガードブレイクですね。コンボをずっとガードしていたので、ガードをしすぎて、はい、今も返り身ゲージ的にこう有利なので、なるべく相手の返り身ゲージを削るように攻めて、もうなくなっちゃいましたもんね。はい、まあ、なくなった時はやはり手身を、うまく狙っていけば、こういった風に少し、時間を稼ぐことができます。いつの間にかですね、形勢が逆転していまして、今僕のは返り身ゲージが全然ない状態で、 2P 側が返り身ゲージが満タンの状態になってました。はい、敵がこうビューンって溜まり始めたら、上級者同士だとそこ読み合いでもう突っ込んでて、絶対代わりにこの人使わないだろうみたいな。あ、そうですね、ありますね。はい、そうですよね。はい、今相手も自分もストームゲージが 50% 以上になっていて、サポートアクションがこう発動できる状態に実はなってます。チャクラゲージの下のオレンジ色のゲージですよね。これがピカンってなってると 50%、はい、50% 溜まるとキャラクターの周辺に黄色いエフェクトを発揮します。で、サポートアクションが、はい、これですね。あ、そうですね、打ち返し、はいはい、2P 側がサポートアクションが打ち返しとダッシュカットで、ダッシュカットが強力でして、チャクラダッシュで攻めてもチャクラダッシュカットされてしまうので、 HP 側が攻めあぐねてる状態ですね。 2P 側は代わりにゲージがない状態なので、うん、はい、先に攻撃当てた方が大ダメージ与えられる状態になっていて、うんうん、HP 側が先に攻撃を当てられた状態ですね、今。ストームゲージ最大に勝ってて、連携奥義が打ってる状態に HP 側なってます。ここから HP 側は、相手が打ち上がったタイミングで、忍者ムーブを入力して、忍者ムーブをさらに中断して、連携奥義発動して、連携奥義を決めに行ってます。はい。はい、というところで、1戦目石井先生が、ね、めちゃくちゃ勝ってましたけど、ちょっともう1戦取ってありますんでね、こちらも見てみましょう。八田さんはすぐにこうガーラに変えるテクを、少年編ガーラのこうリーチの長さを生かしたプレーで、ちょっと僕の方が攻めあぐねていて、結果押し込まれて、代わり身ゲージ的にも僕の方が不利になっている状態で、後ろに下がりつつ時間経過で代わり身の回復を図ろうかなとやってるところですね。なんかもう話聞いてると、はい、体力ゲージがどうこうとかじゃなくて、はい、その代わり身ゲージがあるかないかで不利か不利じゃないかが決まるみたいな、ね、なんか一つの指針があるような感じがするんですけど、そうですね、はい、体力ゲージよりも代わり身ゲージ中心でやってます。相手がチャクラを、チャクラロードをしたので、突っ込んでくるかなと思ってここで攻撃を打ってます、はい、ただ、忍術を打たれたので、その後すぐに代わり身でかわしてます。あ、読み合いなんですね、やっぱり。はい、今僕が代わり身ゲージちょっと有利になったので、ちょっと強引に攻めてなんとかできないかなと思いつつ踏み切って、相手がちょっとミスしたので、相手のミス
ってどのあたりなんですか？ダッシュカットの弱点でもあるんですが、当て身を打とうとした時に長寿がダッシュカットでカバーしてくれちゃう時があるんですね。なのでその長寿の方に相手が当たってしまって自分の当て身自体は、すかしてしまうと。ここで当て身を当てようとしたのにダッシュカットされてしまったと。そうですね。あー、なるほど。でこの場面もお互いちょっと変わり身ゲージ回復させようかなと、始まったところで僕の回復が先に始まったのでちょっと前進しながら攻めを狙ってるところですね。まあ直接ダメージ当てるもよし、ガードブレイク発生させるもよし、でもうとにかく相手に攻撃を当てて体力削っていこうというのをやってるところです。これ、はい、ちょっと外しちゃいましたね。はい、外しましたあ、でこれ最後は、はい、当てにくいなと思ったところでガードブレイクアタックを相手に接近して当ててます。はい、どうもありがとうございました。こちらちょっと2戦にわたってスーパープレイの方を見てまいりましたが、いや先生強いですね。ありがとうございますちょっともう何が起きてるのか、もう皆さんもじっくり、ね、もう何回も見て復習していただきたいなと思うんですけれども、八田さんもどうもありがとうございました。石井さん強かったですか？そうですね、強かったですね。今日はちょっといつもより代わり身を多く使ってしまいましたはいどうもありがとうございました。はい、というところで全3回にわたりお送りしてまいりました本動画ですが、いかがでしたでしょうか？初心者中級者の皆様の、お役に立ちましたら幸いです。この動画で習ったことをですね、一つ一つじっくり何回も見ていただいて自分の中で特訓をしていただければですね、もう上忍は目の前かなと思います。ストーリーモード、アドベンチャーモード、皆様楽しんでいただいていると思うんですけれども、もちろんネットワークモードで世界中のユーザーの皆様と対戦いただくことも可能になっておりますので、ちょっとここで特訓したことをですね、実践としまして、ネットワークモードでぜひ長く楽しんでいただければなと思います。はい、というところでどうもありがとうございました。